皆さんこんにちは、参議院議員で前地方創生大臣の片山さつきです。緊急に皆さんにお伝えしたいことがあって、さつきチャンネルの、これ私 の、 iPad で撮っておりますが、今日は尾道に来ておりまして、この地域の名門企業である山陽工業の高橋、会長、オーナーですねとお話を伺ってるんですが、私皆さんとご一緒にもう年来その徴用工問題について戦っておりまして、韓国の最高裁にあたる大審のいかに不当な政治的に歪曲されたその判決のおかげで日本の名誉も傷つけられ、日本企業の財産も傷つけられているという話をしてまいりましたが、まさに意気承認の方、尾道経済界のトップの方にお会いしましたので、高橋さんは戦前にまさに徴用工の方と一緒にこの尾道の目の前の造船工場で働いてたんです。その時のお話を高橋会長よろしくお願いします。はい、私が尾道商業の4年生の時に、向島の日立造船、そこへ、学徒動員で参りました。そうして最初は船作りをしようたんですが、私に鋼材の係に代わってくれということで鋼材の係に代わって、北朝鮮の新義州というところから来ておった人たちを私の部下に5人つけてくれて、そして私は鋼材を毎日グレーンでここへ運べ、あそこへ運べと、こういう、仕事をしてもらっとった。それで当時は日本人も誰も皆お腹を空かして、そういうことで私はお袋から毎日握り飯を4個作ってもらって、すぐ横にある防空壕の中へ午後3時になったら2人ずつ呼んで、どうぞ食べなさい食べなさい、こうやろうと。むしろ優先して白米を差し上げてたわけですね。そうしたら、ある日紙袋で包んで見たら、今と変わらない真っ白い巻きタバコを12、3本、彼らがくれたんです。なんでそれを持ってたんですか。日本人には当時は刻みタバコしか配給がなかったのに、そういう時代ですよね。彼らにはそれだけの待遇をしてたんですよ、日本政府が。あ、そういうことをみんな知りません。はいはいはい、私だけを知っとる意気承認、それで私はもろうて帰って、親父がタバコ吸おったから、親父にやったりしようたんです。そういうことで、それから、残業をさすとかいうことも私は一切さしてない、はい、過酷な労働とかいうことはもちろんない、もない、はい、それにもかかわらず、そういうね、やられたいうことを誰かが言うたのか認めたのかどうか知らんですが、そういうことは絶対ない。日本、政府は彼らには特別な優遇をしておった、こういうのが私の体験なんです。はい、だから徴用工がどうしたんなら相手は私は言いたい。ですから当時の法制では実にきちっとした対応をしてて、賃金も払ってて雇用契約もあったということを、日立でも三菱でも新日鉄でも、今の日本鉄鉄でもみんな言ってきたんですよ。ですから全くの不当判決であって、これは韓国政府が何とかする話であって、日韓間ではですね、もう基本条約とその付属の一連の文書で全部終わってますので、その私も実は防空壕に逃げ込んだ母親を持ってるんです、東京大空襲で、文京区の小日向でね。でその時にもうちの母は女子大生でしたが、なんと森花江さんと同級生だったんですけども、繊維工場で何ヶ月か、軍服のミシンをかけるっていうのを徴用されたんですよ。ですから徴用ってそういうことであって、もうその当時は戦争中ですから、みんなで、当時彼らは日本人だったわけだから、そういうふうに来て、さらに高橋さんの貴重な証言では、食べ物もある程度そういうことだから優遇してあげて、しかも恩師のタバコまでいただいてたという、これはもう単に戦時中の事実ですから、皆さんそういうこともきちっと我々は国の名誉のために言っていかなければならないので、まさに今日は貴重な場所で貴重な証言をいただきましたので、お伝えしました。どうも会長ありがとうございます。